おはようございます。3匹の OL ちゃんのリサッチです。声ガスガスや。今日は NMB48 のライブツアー in 東京ということで、ZEP 羽田にて NMB48 のライブ行きます。参戦します。めっちゃライブ久しぶりです。ちょっとね、めちゃくちゃ楽しみなので、ドキドキワクワクしながら行きたいと思います。ただ、今日平日なんですよね。はい、金曜日なんですけども、仕事がありまして、ってことで仕事が終わってから、ガン出して、1曲目に間に合えばめっちゃラッキーみたいな感じです。そう。オープニングちょっと間に合うかわかんないんですけど、頑張っていきたいと思います。はい。はい、そして頼んでたグッズ届いてて、まだ開封してないので開けます。ちょっとね、今日はほんとライブのネタバレを見たくなさすぎて、結構ツイッターとか、なんか言ってる。そう、ツイッターとかを見ないように、X ね。X とかをね、見ないようにしてたんですけど、結構メンバーが、ユニットの写真とか、ユニットはなんとかでしたみたいなのね、もう、愛知公演の時点でアップしてたので、もうちょっとそれで若干知っちゃったかなっていうのあります。ユニット変わるのかなちょっとわかんないんですよね。東京は、東京だけのユニットがあるのか、同じなのか、ちょっとわからないんですけど、その辺も楽しみ。こちら届きました。小島かりんちゃんと、出口ゆいなちゃんの、アクリルキーホルダーです。これは何の時に買ったんだろう。これ何？あ、はいはい。サマーライブでした。多分、あっちっち祭りの時のやつですね。それがね、やっと届いたという感じです。時差。サマーライブなので、2人とも浴衣着てます。可愛いよね。今日これ持ってこうかな。もう一個頼んでたやつ。じゃん！小島かりんちゃんの生誕 T シャツです。はい、7月16日生まれのかりんちゃんなんですけども、つい先日届きましたので、これね、まだ開けてないんだよね。私は S サイズ頼みました。じゃん！どう？結構シンプルじゃない？やばいんだけど今日さ、上は今日上コナンのパジャマで、下のクレヨンしんちゃんのパジャマなんだよね。すごいなんかテレビ局が行ったり来たりって感じなんだけど、ここにねワンポイントあります。後ろはこんな感じ。これ着てみますか。じゃん。 S サイズ 164cm が着るとこんな感じになりました。意外とでかいんだね。これをさ今日のライブに着ていきたいの、ぶっちゃけなんだけど、本当に仕事が終わってからガン出してる間に着替えるタイミングがなくって、着替える時間もないんですよ。ということでみんなに相談なんですけど、これを会社に着てってもいいと思いますか？これにさ、なんか普通にタイトスカートとかさ、わかんないけど、普通の会社に着ていくパンツとか合わせたらさ、なんか大丈夫な気がしてる。アウト。表は多分大丈夫なんだよね。問題は裏。これ。これ結構大問題かも。どうしようかなって感じなんですけど、もうかりんちゃんに生誕ティーをね生でお披露目できるタイミングあんまなさそうって思って考えます。どうなったかお楽しみに。はい、仕事終わりました。なんだけどめっちゃ雨。このまま電車に乗れば開演には間に合いますね。もう会場始まっちゃってるんだけど、多分1曲目から見れそうな気がする。っていうかさ、雨やばくない？今日やばいよね。なんか小雨でもなく普通に今降ってるんですけど、悲しい。どういうこと？現場の日の雨ってめっちゃテンション下がるよな。せっかくさ、なんかヘアメイクとかしてもさすぐ崩れちゃうじゃん。私はもう朝の段階からもう終わってたんですけど、とりあえず電車に乗って絶対羽田向かいます。ちょっと雨降りすぎたんですね。着いたんだけど、どこに行ったらいいの？滑りそう。ずるっと行きそう。寒い。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、ここからはちょっとね、隣の席の方の声が結構入っちゃってたので、アフレコで行きたいと思います。なんかアフレコで動画撮るのめっちゃ久しぶりじゃない？一蘭のラーメン食べに来ました。ライブ終わりに来ちゃいました。ちょっと並んだんだよね。もう10時過ぎだったんですけど、結構混んでました。はい、もうライブ前ね、もう雨がひどすぎて、傘持ってたんですけど、結構濡れちゃってすごい寒かったのでね、温めるためにラーメン食べに来ました。この温め方で合ってるのかわかりません。ちなみにラーメンのカスタムはこんな感じです。ドン！麺はね、固めが好きですね。あとは辛いのがすごく好きなので、秘伝のタレは2倍にしています。あ、で、ここで替え玉を注文します。はい、替え玉はね、食べ始めてから2、3口食べたらもうすぐに注文します。これは AKB の千葉エリーちゃんの YouTube で勉強しました。そうするとね、1杯目のラーメンが食べ終わった頃にちょうど替え玉が届くので、タイミング的にめちゃくちゃいいんですよ。あ、これ、チャーシュー。チャーシューも美味しいですよね。大好き。なんか飲み会終わりの一覧とかも結構良くないですか？どうでもいい話なんですけど、なんか私すごい人に道聞かれ顔なんですよ。人にね、道を尋ねられるタイプの人間で、結構何回も尋ねられたことあるんだけど、皆さんはどうですか？道尋ねられた経験ってありますか？つい1ヶ月前ぐらいも道聞かれて、その時はイヤホンしてたんですけど、それでも聞かれて、自分がね、人に道聞かれ顔だっていうことを再認識しました。で、しかもその時はね、海外の方に尋ねられて、もうさ、英語はもう学生の頃から触ってないので、全くわからんと。言ってることはわかるけど、それをね、伝えられないんだよね、自分が。とっさに言葉出てこなくなるじゃないですか。なんで、もう自分のスマホに行き先打ってもらって、ちょっとマップで調べてみたいな感じにしましたね。その時はね、幸いめっちゃ近かったの、行きたいところが、その人が行きたいところがね。だからもうそのまま連れてったんですよ。レッツゴーとか言って連れてったんですけど、めっちゃハラハラドキドキしました。その時なんか、Are you student? とか聞かれて、やっぱ日本人って若く見られるんですね。びっくりです。あ、替え玉来た。はい、ちょうどね、ラーメン、1杯目のラーメンが食べ終わった頃に替え玉が来ましたので、替え玉を投入させて、麺をちょっとお汁になじませて食べていきます。なんか2杯目の時の方がね、固めなんだよね、結構。皆さんは一蘭行ったら替え玉しますか？私はこの前ね、初めてしたんだけど、美味しかったからまた今回もしちゃいました。まあちょっとこの日は何もは持ったわ。お昼ご飯にちょっとおにぎり1個とスープを飲んだだけだったので、ちょっと許してください。お腹が空いてましたから。で、スープもね、しっかり飲みます。次の日なんですけど、顔のむくみがやばいです。はい、ってことで、ラーメンごちそうさまでした。こちらお待たせいたしました。こちら。はい、ということで NMB48 の東京公演のライブ行ってきました。皆さん本当にお疲れ様でした。ちょっとこれ飲みます。ゼップでもらったアクエリ。疲れましたよね。もう足もパンパンだし、雨もすごくて、もう寒かったし、もう本当にスタンディングダメ。スタンディングは大変よ。指定席がいいねって思いました、やっぱり。ということで、まあ今からは NMB の今回のツアーの、私は東京公演しか見てないんですけども、感想とかをペラペラーっと喋っていこうかなって思います。これ、今撮ってるのは、東京公演の次の日の午前中なんですけど、だから土曜日の午前中に撮ってるんですけど、それをね、編集して夜に出したいなって思ってます。撮って出しします。NMB もね、撮って出し写真出してるんで、自分もちょっと撮って出ししていこうかなみたいな、はい。インスパイア系でやらせてもらいます。ちょっとお供に、これ食べます。これ動画で食べたこと、なんか1回ぐらいあった気がするんだけど、別の種類かな。これね、美味しいんだよね。すごい好きなの。いただきます。辛い。うまっ。ということで、今回セットリストも盛りだくさんですっごい楽しかったですけども、もう全体的な感想としては、楽しい、かわいい、ナンバが最強。はい、この3つにつきます。皆さんはもう参戦しましたか？名古屋公演か。名古屋公演、昨日の羽田、東京公演、そして今日大阪公演が多分今終わったぐらいの時間なんじゃないかなって思うんだけど、どうでしたでしょうか？セトリをね、ちょっと順に追ってこうかなって思うんですけど、まず、あれですね、僕たちは戦わない。はい。こちらご当地ソングとなってます。ご当地ソングっていう言い方がちょっと合ってるのかわかんないんですけど、愛知公演の方では SKE の曲やったんだよね、多分。なんだっけ？何やったんでしょう？ちょっとあんまりちゃんと見てないんだけど、多分パレオは M だ。違うかもしれない。で、まあ、AKB の曲をね、まあ、東京公演だから AKB の曲をってなったと思うんですけども、AKB なんてさ、曲死ぬほどあるじゃないですか。めちゃくちゃあるよ。もう曲数、何曲 CD 出してんのってくらいある中で、選んだのが、僕たちは戦わないっていうね。何曲もあるのに、この曲選ぶんだって、すごい度肝を抜かれました。なんか、イントロ聞いた時に、なんか最初ちょっと静かなところから始まるじゃないですか。あれなんか聞いたことあるんだけど、何この曲ってなってたら、僕たちはって始まって、僕たちは戦わないじゃんみたいな。もう鳥肌止まらなかったですね。メンバーがこうちょいちょいなんか汗と涙を流して頑張ってきたみたいなことをね、SNS で匂わせたんだけど、この曲のことやっていうのね、すごいわかりましたね。これはもう大変。なんかさ、見てる分にはね、この曲のダンスがすっごいなんか難しいように見えないじゃないですか。なんか軽く見えるから。なんだけどさ、細かいよね。多分一個一個の動きがさ、もう細かすぎて、あれは大変って思って。僕たちは戦わないをやってくれてめっちゃ嬉しかったです。NMB バージョンをね、見られたのが本当にね、最高でした。それで、その後に母校に帰れとか、好きだ虫とかワロタ、シングル曲が入ってたんですけど、なんか後半に持ってかれがちなワロタピーポーがここで入ってくるのは結構意外だったんだよね。みんなはどう思いましたか？そう。で、この曲のセンター、今回レイちゃんがセンターだったんですよ。なんかワロタピーポーって最近ケイトちゃんのセンターが固定されてるイメージだったんですけど、なんかそこは意外と柔軟な対応をするんだなって思いました。レイちゃんがいつもほぼ固定でセンターやってるドリアン少年がね、今回セトリに入ってなかったっていうのもあって、多分ワロタをレイちゃんセンターにしたんじゃないかなって思うんですけど、そうそう。まあ、ケイトちゃんの他にもなんかダブルセンターしてる曲とかもあったりするから、だからちゃんとメンバー一人一人に見せ場作れるような機会を作っていて、すごい立ち位置とか考えてる人すげえなみたいな、もう誰目線ですかって感じなんですけどちゃんとね、適性のある方をセンターにしててめちゃくちゃ良かったですね。もうさ、語りたいことが多すぎるね、これ、今回。でさ、好きな虫なんだけど、なんかすごい馴染んできてますよね。ライブ曲として。最初に、ヘイっていうところとか、オタクもさ、有能だから学習能力早いじゃないですか。そういう掛け声とか覚えるのめちゃくちゃ早いじゃん、オタクたちって。っていうのもあるし、で、チッヒーの煽りもすっごい上手なんですよね。好きだ虫はね、チッヒーが1位になった曲、チッヒーの煽りもうまいから、いきますよ、スイーツワン、ヘイっていうこう、流れがすごい綺麗で、みんなヘイって叫んでるし、めっちゃ良かったですね。なんか一体感が超生まれてる感じがしました。ほんとこんなに近年発売した楽曲で、こんなにライブ楽曲として生きてるのめっちゃすごいなって思ってます。そんで、まあいろいろありまして、あれね、寸劇コーナーだよね。まず、俺らとは、ここでね、出口ゆなちゃんユニットに選ばれてましたけど、超かっこよかったですね。セトリはネタバレをね、食らわないように、私、SNS なるべく見ないようにしてたんですけど、結構メンバーとかがユニットの写真とかをね、アップしていたので、なるほど、みたいな。ちょっとなんとなく察してはいたんだけど、ここで俺らとはが来るのねっていう。やる曲を、まあ、ユニットはなんとなく察してたからこそ、曲順とかそういうの楽しめました。ゆいなちゃんはね、色めっちゃ白いね。肌の色が白すぎる。色白いなー。なーって思いながら見てました。はい、続いて、ここで、一件ね、ちょっと感謝申し上げたいことがあります。ワルチャピ。いやー、坂田がワルキーをやってくれた。JK の坂田がワルキー。てか JK のケイトちゃんもワルツキでしょ。で、今回、東京公演は、タカタンがワルチャピとして、チャピチャピしてました。可愛かったー。個人的な話になるんですけど、私、サカタンめっちゃ好きなんだよね。なんかサカタンの、もちろん顔もすごく好きなんだけど、等身大の感じがめっちゃ好きなの。伝わってほしい、これ。ナンバの、特にサカタンのファンの方にも。なんかショールームとか、等身大すぎてめっちゃ見ちゃうのよ。なんかいろんなね、こう、曲でセンターやったりとか、こう、どんどん押されで前に行かされて、先輩メンバーと一緒に出てるとかっていうのもあったりするんだけど、ショールームとか見てると、めっちゃ等身大で、そこがすごく好きなんですよ。なんかショールームはさ、大体なんか、サカタンって自分の顔面と向き合った話をしてるの。美容系の話っていうのかな。この日に収録があるから、そこまではスタバ我慢してたんだよね、とか、なんか前回のカメコの時にちょっと顔むくんでたから次のライブまでにはシュッとしたいん、とかさ、そういう感じのね、話をしてて、なんか自分が推してる子、なんかかりんちゃんとかゆいなちゃんとか、なんかそういう話あんまないから、自分の推しメンとはちょっとまた違って、ほんまに好きってなる。なので、ちょっとワルチャピやってくれたことにはね、もう本当に感謝申し上げます。もう運営さんありがとうございます。そして、はい、待ってました。あのなぎこじで、スキャンダラスに行こう。はい、渋谷なぎさちゃんと小島かりんちゃんで、スキャンダラスに行こう歌ってくれたんですよ。めっちゃ嬉しかった。てか私ね、この曲を歌ってる谷川愛理ちゃんがすっごい好きだったのね。はい、個人的な話ですって、これはもう。愛理ちゃんが好きすぎて、っていうのもあって、なぎこちがそれをやってくれるっていうのはね、本当に嬉しかった。愛知公演の段階でちょっと衣装が分かってたから、あ、スキャンダラス来るわって言ってたんですけど、ここで出してくれてめっちゃ嬉しかったです。もう本当に感謝です。もう二人の雰囲気にもめちゃくちゃ合ってる楽曲ですよね。で、なんか今回かりんちゃんがスキャンダルの話をなぎちゃんに暴露されてたんですけど、皆さんもね、参戦された方とか、レポ読んだ方とか見たかもしれないんだけど、私さ、めっちゃ共感できるんだけど。どうですか皆さん。なんか、この YouTube 上で言っていいのかちょっとわからない話じゃん、これ。しかも今回配信されてないからさ、あんま出していいかわかんないんだけど、なんか私、マジで共感しちゃって、ちょっと次の握手会とかでこの話したいって思ったけど、ちょっと内容的に大丈夫かなみたいなのもあるけど、そう、そのくらいちょっと共感しちゃいましたね。正直なんか私も出る出ないめっちゃ気になるし、出たらすっげえ嬉しいからめっちゃ気持ちわかるって思いながらゲラゲラ笑って聞いてました。ちょっと同年代の女性の方、もしいたらちょっと共感してくれてたら嬉しい。私は結構かりんちゃんと同じタイプの人間でした。まあいろいろあって、本編のラストに僕らのユリイカが来たのもう超嬉しかったです。はい、もうかりんちゃん推し大歓喜だったんじゃないですかね、僕らのユリイカ本編ラスト。まあみんな嬉しいか、僕らのユリイカはね。やっぱかりんちゃんは僕らのユリイカここ数年も固定でセンターしてるから、やっぱね、私かりんちゃん推しなので、センター立ってるかりんちゃん見たいっていうのもあるし、それがね、ユリイカっていうのがすごい嬉しかったですね。今回も、もう何回も見てるんだけど、かりんちゃんのセンターのユリイカは。やっぱ今回も見られて嬉しかったなって思いました。ユリイカのさ、ここ指さすところとかをさ、推しに刺されたいっていう願望がみんなあるじゃないですか。ね推しにユリイカされたい、推しに発見されたいっていう気持ちがあると思うから、やっぱり何度も見たいな。ユリイカはね、何回でもやってほしい曲です。あー、めっちゃ語った。まだ本編の話だよ。そして、アンコールね。アンコールが、渚最高がね、2回目の披露ってことで。そう、私もね、TikTok に渚最高のダンス動画投稿したんですけど、見てくれた方いますか ?5000 回ぐらいは再生されてたから、みんな見てくれたよね今回はね、渚最高は撮影 OK ということで、皆さんも撮ったんじゃないかなって思うんだけど、私もいろんな人が撮ってる渚最高めっちゃ見てます。本当に、ルンルンダンスがね、可愛いの。そして最後は青春のラップタイムです。もうめっちゃ盛り上がりましたね。やっぱり青春のラップタイムって最強楽曲だなっていうのをここでも実感しました。もう毎回実感してる。青春のラップタイムは NMB のね、最初の楽曲っていうのもあって、オタクもメンバーも大好きじゃないですか。大切にしてる曲だから。まあ、それをね、最後に持ってきてくれて、大盛り上がりの中、熱が高い中、ライブが終わるっていうね、その流れがすごく素敵でした。って感じで東京公演終わりましたけど、やっぱ今回印象に残ってるメンバーなんだけど、ひいき目なしに見てかりんちゃんとなぎちゃんかなって思いました。こじなぎ、なぎこじかなぎこじね、全体をめっちゃ見てるなって思った2人は。そして見てるよってことを伝えてくれてるんだよね。はい、2階席の皆さんありがとうございます。はい、後ろの皆さんずっと立ってましたよね。ありがとうございます。なぎちゃんも後ろの皆さん盛り上がってますかみたいなのをね、2人が本当に、まあ、発言する機会が多いから目立つっていうのもあるんだけど、そう、前にいるっていうのもあるからだと思うんですけど、本当に2人が特にそういう掛け声をしてくれていて、それで救われる人たちっていうのはめちゃくちゃいると思うから、本当にね、2人の全体を見る力っていうのはすごいなって思ったね。やっぱこれはキャリアだよね。そうで、最後ね、れいちゃんが東京にもまた来年絶対来ますって、待ってるよって心で叫びました。だから来年もね、また来てほしいなって思いますね。って感じで東京公演終わりましたけど、今日の夜はツアー最終日、そして明日13周年ライブってことで、皆さん楽しんでいきましょう。今日めっちゃなんか動画のテンションが高い気がする。やっぱアドレナリンですかね。今回は NMB48 のツアーの東京公演に参加したよっていう動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタン、拡散などお願いします。Twitter、インスタ、TikTok もやってるので概要欄からぜひフォローしてください。せーの。はい、失礼いたします。はい、はい、はい。バイバーイ。